皆さんこんにちは、トーマです。今回はこちら、なんとかテレビショッピング実況していきましょうということでですね、まずね、お久しぶりです。もしかしたらね、僕の動画でね、なんとかテレビショッピングしか見てないよっていう人もいるかもしれないに言っとくんですけど、更新できなかった理由も含めてね、いろいろやっていきたいと思います。では、早速ショッピングをしていきたいと思うんですが、全然覚えてない。めちゃくちゃ久しぶりにログインした。忙しすぎる。僕がサボってただけなんですけどね。これはそうですね。やっぱ散髪屋にやらせるのがいいでしょ。で、マッチしていきましょう。なんで散髪屋にやらせんねん。あ、ごめんなさい。今、髪の毛に、アイロンやると思って選んじゃった。まあいいか。まあ、ここ最近やれなかった理由なんですけどね。簡単ですよ。忙しかったのも、あれって。ただ、このゲーム自体はとても好きなんですけどね。忙しくて何もできなかった、本当に。ずっとドラゴンボールやってた。正直なこと言うとね。はい。まあ、持ち運びが簡単で、魔法が使えるスチーマイロン。絶対欲しい。俺だったら買うよ。はい、どうでしょう。やっぱいいっすよね。でも、夏休みももう終わっちゃいますよ。もう、まあ僕ももう終わったんですけど。いやーね、夏休みね、短かったね。さあ、行こうか。ふいっ、はい、釜を取れてなかったです。さあ、こちらはプシューってかけることによって、なんかできちゃうっていう、恐ろしい発明ですね。私、夏休みはですね、まあ、いろんなとこに行ったりしたんですけど、まあ、アニメはそんな、まあ、ちょっと見れるだけ見ました。じゃあ、ヒデさん行きましょうか。アニメってなんだ？なんであんな面白いんだろう。ドラマも好きだけど、アニメもなんか、てかもうマジで高校生になってからアニオタになってしまったんですけど、どうすればいいんですか、皆さん。アニオタクってでも、俺がアニオタって言ったら多分、怒られそうだな、潮吹きが。もっと見てる人いるもんね、なんか。僕の友達にめちゃくちゃアニメ見てる友達がいるんですけど、その友達はね、全然知らないアニメを、あたかも知ってるように言ってきます。困ります。僕アニメデビューしたの最近なんで、本当に。そこだけはちょっと助けてほしいです。助けてほしいです。いやでも本当にいい友達に囲まれてる職ですね。さあ、いやーでもね、最近モノマネしてないんですよね。なんか、モノマネ、あんま賛否両論だから。これガチ。過去ガチ。はい。では、240個。さあ、70% 個乗って。はい、1200万。お菓子、ノルマが厳しい。では、行きましょうか。次はね、こちらの椅子を売っていきましょう。椅子はね、もう、じいさんは得意でしょう。でもね、インスタグラマーの方が今、効果があるんですよ。行きましょうか。はい。最近ですね、僕、まあ、夏休み毎日投稿やってたんですけど、やっぱね、なんか、莫大のあるあるって、なんか、無限にあるように感じてね、無限にあるんですよ。はい。無限にあります。なんですけど、演じるってのは難しいんですよね。なんか、あるじゃないですか。やったことある人じゃないとかないか。なんか、あるあるはあるんだけど、演じるってなると難しいっていう。何一流のプロフェッショナルみたいなこと言ってんだよ。バカ野郎って思ってる人もいるじゃないですか。まあ、あるんですよね。本当にでもね、莫大はね、本当にね、莫大感謝ですよ。本当に面白い。僕が、唯一、6時半に、座って待機してるのがこれです。あっと、適当にやったらなっちゃった。怖っ。はい。じゃあ、行きましょうか。プロゲーマー。こういうのね、僕もね、よくね、座りながら作業するんですけど、まあ、横になったら寝ちゃうんで、まあ、動画にしてかも座りながらなんですけど、こういう時にね、はい。やっぱいいっすよね。なんで？なんで真面目なこと言ってさ、ダメなの？ん？なんかあった？ミニテーブルをつけます。はい。30分でミニテーブルがつきます。なんでそんなつくんでしょうね。はい。戦いんじゃないですか？はい。高いっすね。いや、でも、座椅子の値段が、でもわかんない。相場が、座椅子の相場がわかんないから。はい。では、今回はお送りしました。ありがとうございました。See you next time.まだ続きますね、動画は。いやー、どうだったんでしょうね。いや、なんか、一回パフォーマンスでクソ下げちゃったからな。はい。まあまあまあ。111個も売れた上出来ですけどね。486万。ノルマが厳しい。ノルマが厳しい。もうしばらくノルマをクリアしてないと思うです。じゃあ、そうっすね。何売っていきましょうか。じゃあ、キャビア売っていきましょうか。キャビアをですね。この、ヒカキンに打っていきたいと思います。ヒカキン様は、キャビアとか食べるんですかね？なんか食べてる動画見たことあるんですけど、日常で。キャビ
いやな、前も話したと思うけどね、しょっぱいんですよね。まあ僕は味好きですけど、はい。もう何の話やねって話だけど。でも今だけしかない。キャビア今だけしかないよ。はい。弾けるもん。口がパカパカ弾ける。怖すぎるだろ。中でなんか、ヌエのあの爆弾が爆発してんのか。過去わかる人にはわかる。いやーでもね、今週ね、でもな、なんか最近ちょっとトーマー悩みがあるんだよ。これ動画で自分で編集してって考えたらきついな。あ、ぬるにしちゃった。やばい。はい、体に塗るとどうなるんですか。はい。で、あー気持ち悪い。ダメだ、今日調子悪い。シェフで行こう。最近悩みがあるんだよ。なんで爆大 YouTuber の爆大キャラとアニメキャラを比べたら荒れるの。なんで、あれなんでな。いやあーちょっとフラッカー行こう。あれマジでなんでな、なんでな、なんで好きなアニメとさ爆大を、まあ爆大 YouTuber だからそれ爆大が勝つのは分かってるけどさ、なんでそんな、まあまあなんで、まあそうですね、まあ見てない人ももちろんいると思うんですけど、まあなんでなんすかね、なんで荒れるんだあれ。うん、でも結構でも昔なんかはさ爆大全勢力 VS なんかゲームキャラとかもやってたから、その感じでいけるかなって思ってたんですけどダメなんすね。まあでもラインハルト事件はガチで俺もあれは反省してますね。あ、ピップから電話来ました。はい、用意します。はい、さあ、お、えぐい、えぐい。よし、今回ノルマ行きましょうよ。久しぶりに行きましょう。さあ、じゃあ、その記念すべき野村かのような、昔お世話になった白くなる Z を、こちらを、このさ、先ほどと一緒のこいつにレビューさせます。行きましょう。はい、行きましょうか。It's show time。 いやーですね、もう、皆さん、何回も聞いてる気がするな、本当に。皆さんは好きなアニメありますかって。ありますか。僕は、現在、スパイファミリーを見ています。今だけですよ、白くなる Z。で、無添加の白くなる Z。無添加、添加が入ってたんですか、わかんないけど。もうね、まあでもアニメとか恐ろしいですよね。気づいたらずっと見てるっていう。僕はあの、1日2話までって、マイルールでやってますね。なんか、一気にバッて見ちゃったら、あの、なんて言えばいいんだろうな。飲め、あ、ちょっと乗っちゃったよ。ダメだ、今日調子悪い。何してんねん。うわ、行く。あ、やばいやばいやばい。なんだっけな。あの、アニメを2話までって決めとかないと、あの、絶対見すぎちゃうっていう。だから自分は2話までしよう。だから他より遅いんですよ。いやー、でもね、なんか見たいアニメが多すぎるんですよ。今一番、まあ、まあ、スパイファミリーを見たくない。終わった時に何見ようか迷ってて、このスバを見ようか、リコリスを見ようか迷ってるんですけど、いや、何がいいんすかね、今。いや、あの、無色転生はめちゃくちゃ面白かった。うん。あの、ただ、無色転生はガチで、あの、マジ、覚悟してみろ。あの、親の前で見るな。ランキング結構上位。あの、何も知らずに親の前で見たら死ぬアニメ上位。さあ、本日の成績は32番。頼む頼む、来い来い来い。はいはい、もうちょっと600万超えてくれない。ゲスト効果ヤークアップ、ダメだ、クソ得意でもない。もう一回だ。意味が分かんないバグがあったのでちょっと戻ってきました。じゃあ最後は伝説の勇者の剣をハリボテに売らせていきましょうや。久しぶりですね、ハリボテくん。でもね、やっぱでも最近 YouTube ちょんまげ小僧っていうすごい YouTuber が出てきたじゃないですか。いやー、彼の
いや、すごい面白いっすよね。なんか YouTube ってなんか気づいたらさ、ずっと見ちゃうっていう、怖いよね、本当に。言ってみようかな。ひき肉です。ちょっと違うね。あれ、真似できねえんだよ、本当に。どう頑張っても。ひき肉です。ひき肉です。やめとこう。なんか、これ以上言ったらなんか、なんか、やめとこう。いや、でもなぁ、ちゃんとね。でもなんか最近なぁ、なんか、あんま言わん方がいいか。でもとりあえず、シルクロードさん、じゃあ、くくれ、フィッシャーズ様とコラボしてて、僕ちゃんと知ったんですけど、もともとまあ存在は知ってたんですけど、動画は見てなかったんですよね。フィッシャーズさんとコラボしてて、めっちゃおもろってなって、すぐ、即刻、登録して、YouTube 見ました。いやー、まさか、ちょんまげ小僧さんがこの動画見てくれたらいいんだけど、そんなことないか。いや、でも、本当に、僕はやっぱでもね、ひき肉のやつもめっちゃ好きですよ。僕、右足がめっちゃ好きです。右足のなんか落ち着いた感じやけど、ちょっとなんかやっぱ中学生っぽさも残ってるって感じがめっちゃ好きですね。うん、そうっす。はい。でもまあ、一番モノマネするとしたら、ひき肉です。ちょ、あかん、ダメだ、やめとこう。さ、ゲスト効果 0% なんですよね。さ、無事ノルマ達成。よし、なんとか無事ノルマ達成できた。スタジオがなんかかっこくなってる。イエーイ、メガネ、元気じゃん。お疲れ様です。元気です。なんなん、堅苦しいよ。ダメダメじゃん。そのテンションでよく商品の紹介 VTR 撮れるじゃん。いや、まあ、それはそれ。これはこれですよ。もしかして俺との会話も楽しくない？そうじゃん、そうじゃん、きっとそうじゃん。違いますって。めんどくせ。じゃあ今から会話のリアクションするじゃん。はい。昨日友達と食事に行ったじゃん。はいはい。そしたら友達がカレーうどん頼んじゃったじゃん。ほうほう。友達は真っ白のジーンズだったじゃん。うんふん。うんふんじゃないな。ないじゃん。メガネ君リアクション。どうしろと。そこは、とか、まさかとか、なんでもいいじゃん、つまんないじゃん。わかりました。まさか、やばーい。やっぱなしで、今のはなしで。なんか疲れたじゃん、帰るじゃん。次までに、これでお笑い DVD 買って勉強するじゃん。太っ腹やな。バイビー。ふう、毎回お仕事だな。やっちまえよ。弱すぎるやろ。はい、ということで、久しぶりにノルマを達成したっていうことで、まあ、この先も頑張っていきましょう。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。またね。